事件発生からもうすぐ1年。昨年6月29日、一人の青年の命を奪った男。八田与一、当時25歳。去年の6月29日の夜、別府市の県道でオートバイに乗った大学生2名が赤信号止まってたね。そこへ軽自動車でバーンと追突したんですよ。一人が死亡して、もう一人は重傷なんよね。大分県警はね、道路交通法、ひき逃げ事件で逮捕状を取って指名手配したんよね。ところがね、この本件というのは、どうもこの事故の直前になんかトラブっとんよね、この被疑者と。せやから故意にね、やっとる可能性が高いわけです。これ絶対に、捕まえないかん事件やし、そもそもね、この被疑者っていうのはもう考えなしなんよね。あえて、事故を起こす。で、逃げたや言うても、その車をね、捨てて、裸足で逃げとんです。そんなもん、現場に事故現場で車を捨てて逃げるったら、ナンバープレート、車体番号ですぐに所有者割り出せるの特定できますからね。そういう大きな証拠を残したも裸足で逃げた。スリップ痕がないんで、ノーブレーキバーンって飛んで。結果的に死亡に至るぐらいの強い衝撃でやってるんでね。ほんで、とうとう命を殺害しとる。まあ、本件は道路交通法でひき逃げで逮捕状取ってますけど、何に何どんねんと。こういうトラブルになって、故意的に跳ね飛ばしたら、これ完全殺人事件なんでね。およそ1年が経った今、未だ八田の行方はつかめぬまま。そんな中、今年5月26日、大分県警が新たな情報を公開した。これは友人が撮影した八田容疑者の動く姿。よく目に焼き付けてほしい。綺麗よね。沖縄みたいね。刺身だっけ？違う、刺身だ、刺身。怒られるぞ。ねえ、刺し、腕刺身食ってね。今撮ってんの？うんうん。写真だとわからなかった姿が動画だとよく見えてくる。こんな男があなたの近くにもいないだろうか。そして、事件発生当日の姿も見えてきた。これは事件発生から3時間半前、現場近くのショッピングモールで、なぜかコップを買う八田容疑者。
そして事件発生直前に現場近くを歩く八田容疑者の姿も防犯カメラの数々が捉えていた。人は歩き方にも非常に特徴が出る。よく観察して判断してほしい。そして八田容疑者が残していった遺留品の数々も公開。実は事件発生から2日後に現場からおよそ2キロ離れた別府市北浜のヨットハーバーで黒い T シャツも発見されていた。事件発生直後にこれを公開していたらどうなっていたのか。人々の記憶が鮮明なうちなら目撃情報も増えていた可能性もある。激しくひしゃげた車、八田容疑者が乗っていた車両、一体何のために全く見ず知らずの人を巻き込んで殺したのか。そして明日6月18日日曜日昼12時からのアベマ的ニュースショーで八田与一独自捜査の一部始終を公開。ぜひ見てほしい。以前、今後の人生設計を聞かれた八田容疑者は、どうやってこれから生きていくかって言ったら、生活保護っていうシステムがあるんですよ。貯金は生活保護ができないんで、やっぱ国が払ってくれるということで、介護料金とか全部タダになるんですよ。病院もね。将来を見据えて、やっぱ安定した生活を送るっていう意味で。となると、やっぱ万引きとかしたりして、それで食べていけば、まあ裕福な生活はできるかなと。あとは置き引きとかっていう、トイレに行くときに、人が荷物を置いてきますよね。それを、まあ、バレないように、叩くという。そうすると、ただで物が手に入るんですね。スマホとかが手に入る場合もあるんで、やっぱり、生活にスマホは必要なんだよね。はい。頑張りますよ。こんな奴を許すな。身長が175センチ。体重が58キロ。体重っていうのは減ったり増えたりするんで、そう当てにならないけど、まあ58なんで細身と思う、ね、これはだけど逃げる間に太ったり痩せたりする可能性はあるね。それと左手首にほくろがある。これもよう身体特徴で候補しとんなと思って感心してますけどね。それとね、左耳に特徴なんですよ。普通耳って対称よく似とるでしょ、左右対称の耳形が。けどね、左だけこうちょっと異物なんですよね。これも大きな特徴と思うね。見当たり操作のポイントで耳の位置とか耳のこの耳介の形とかね、この耳輪の形、耳垂の形、それって結構見当たり操作でねポイントなんです。それとかね、学生時代のこう写真撮ってるんやけど、かなりこういい筋肉してますね。多分鍛えとるかなんかスポーツやってたんですよね。筋肉質ですね。まあこれも痩せたり太ったりする可能性はありますけどね、体質的には筋肉質、ね、それとこれも特徴です。右の奥歯、これがね一本だけね下銀で埋めてるんですよ。要は銀歯、金歯でなし銀歯ね。これとね、結構指が細くてね、長い指してるんで、最近の若い子って美意識があるんで爪をきちんと綺麗に切ったり しているらしいですね。はい、八田与一です。25歳です。はい、八田与一です。25歳です。別にあってもいいじゃんと思うけどね。こんだけ温泉いっぱい湧いてるさ、余ってんのさ。お
この前も言ったよね、空き缶は分けて捨てること。いや、ペットボトルと一緒だって。あそこの家は持っててくれないのか。うまいね、美味しいね、お酒。やっぱりね、みんなで飲まないとね、やっぱジェントビューじゃないとね。これだけの特徴がありますし、ネットで検索したら出てきますので、ぜひこれを参考に見てほしいと思いますね。